死が近づいている。人類は絶望と終焉の淵にあり、世界は変わろうとしていた。だが人々は気づいていなかった。自らを滅ぼす力の存在、永遠に失われようとしている自らの未来に。時に西暦1047年、今王客の旅が始まる。夜の魔物どもよ、知るがよ、彼はお前たちを目指してやってくるのだ。行け我が友よ、この強敵を打ち破るのだ。オブリウィム、センピテル、デモリス。誰もが逃げ出すような試練に人を立ち向かわせるものは何か。押しつぶされるほどの孤独か、違う、愛。戦士よ、お前は今この世で何が起きているか分かっているのか。天界とのつながりが断たれたために神から切り離され、地上に魔物がはびこっている。私の妻マリ、この地をうろつく魔物に襲われ殺された。愛する者を運命から救い出し、自らの力を証明するがいい。私はクローディア、ロード・オブ・シャドウを倒して力を奪うつもりね。あなたは人間を救い、そして愛する人を取り戻そうとしている。でも怖くなくないわ。だから私たちも一緒に行く。道に迷ったのかい？そうだろう、ご主人様から来ると聞いておった。主人とは誰だ？王に決まってるだろう。天使の王様じゃ。私を探しているようだな。お前たちは人間を裏切った。だから世界は闇に覆われたんだ。愚かな口を聞くな。仮面に秘められた恐るべき力は、それを使う者に無限の可能性を与えるという。死者を蘇らせ、世界を地中に収め、天地の万物を破壊して神自身に挑むのだ。神は我らを見捨てたのだ。闇の魔物たちが人々を襲い、地上から葬り去ろうとしている。その予言とは？汚れなき心を持つ戦士がロード・オブ・シャドウの力を我がものとし、その力で魔という魔を滅ぼさん、そう記されている。奪われてしまった力を取り戻し、再びこの地上と天界を一つにすることができる。そしてわからないのか、ガブリエル、君の妻はよみがえる。あの山を越えたところにヴァンパイアの国がある。お前はなぜ私を助けるのか？私がお前を助けていると思うか？それは間違いだ。誰かのためにやっているのではない。肝に銘じておけ。ねえ、これで遊ぼう。悪いな、急ぐ。遊びたくないの？ロード・オブ・シャドウを探している。私とゲームしたらどこにいるか教えてあげるよ。ねえ、一緒に遊ぼう。よせよせ、近寄るでない。呪われよ、地獄に落ちるがいい。まだわからんか。我々はそうやって生まれたのだ。貴様らがロード・オブ・シャドウと呼ぶ存在としてな。そんな嘘だ。自分をよく見てみろ。お前は命を奪うことに興じている同類なのだよ。お前と私は。貴様に私は止められん。今宵貴様の血を味わってやろう。ここから先は通さぬぞ。私の邪魔はさせない。彼が死ねばこの世は終わりよ。
闇の力に支配され、平和と希望は二度と戻らない。彼の汚れなき心、彼は私たちにとって最後の希望なんだ。闇の力に取り込まれるな、ガブリエル。いざ報いを受けよ、死の末裔どもよ。